はい、だから、まあ、今日の3打点でそれを倍増したわけですけどね。だもう4番がそうやって打点を稼いでくれるとやはりこうなりますよね、はい、試合展開も、はい、もう見てホセロペスはもうすごい上機嫌で今梶谷があのサルサダンスに巻き込まれていて砂田は何か強引にやらされてますけどねなかなか誰もついててくれないですね。でも本当もうずっともその選手たちもベンチ内とかも明るいって言ってましたからね、はいはい、もうそういう雰囲気はいいですよね。うん、だからチーム一丸となってるんですよね。はい、もう本当になってますね。うん、まあ、今こうやってねこの野手が2人がいじり合いをしてますけどその後ろには山崎康明もね、決して、まあ、クローザーから降格となったピッチャーっていうそういう雰囲気に見えないですよね。ですね。まあ、心の中はきっと燃える気持ちってのはいっぱいあると思うんですけど、はい、ただ本当にパットンも言っていたのが全然クローザーは 僕が、支配しなければいけないっていうところではなくてそれが本当に山崎そして三上そして僕3人でってパットンが言ってたんですけど、お互いのその調子を見て僕がもし調子下がった時また山崎になるかもしれないし三上になるかもしれない。